はい、どうも、ゆきおでございます。本日もゆきおとワインやっていきます。今日のワインはこちらです。はい、このワインは見たことあるんじゃないでしょうか。かなり有名なワインだね。ニュージーランドのワインで、シレーニっていう生産者が作る、ピノノワールですね。今回はね、ちょっとあの近所のスーパーに売ってたから買ってきたんだけど、多分かなり流通量が多いワインだと思うのね。でちょっと調べてみたら、日本に輸入されてるニュージーランドワインの中で、一番の輸入量を誇ってる生産者がこのシレーニらしいんだよね。そんなにっていうぐらいでもかなり、いろんな場所で見るワインなので、あ、そのぐらい輸入してるのかなっていう感じなんだけど、なのでかなり有名なワインとなってます。 でもね、そんな実はね、よく見るけどあまり飲んだことなくてあるじゃん、なんかこうお店とか行って、あ、よく見るワインあるねって言いながらあんまり飲んだことないタイプ、それがこれだったの。これはしかもこれ、ニュージーランドのワインなので、結構ピノノワールと、あとはソービニョンブランっていうブドウが結構ニュージーランドではよく栽培されてて、有名なブドウ品種になるんだけど、そのソービニョンブランは多分シレーニは何回か飲んでるんでね、結構それもいっぱい流通してるし、流通多分なんかワイン会とか、飲み会とかでこうなんか持って行ってくれたり持って行ったりしたら、ソービニョンブランは結構あるけど、ピノね、実際ちゃんと飲んだことないような気がしてね。ふと今日だから、あれそういえば、と思って、なんかね、赤ワインにしようかなと思って今日探してて、で、パッと近所のスーパーに行ったらシレーニあったから、あ、ピノいいなと思って、本当飲んだことないような気がしてね。なので、やっぱりね、日本一輸入量が多いニュージーランドワイン、ちょっと飲んどかないとと思って。なので、このタイミングで、シレーニの紹介という形になります。結構ね、これソービニョンブランっていう、さっき言ったように白のブドウが有名だから、ピノもでも結構量は多いらしいんだけど、場所がね、ホークスベイって言って、ニュージーランドって島がね、北と南の島に分かれてて、産地も結構いろいろあるんだけど、このホークスベイはちょっと北の方の島の中心部ぐらいかなになるんだよね。で、すごい有名な産地とかは、ちょっと南の方にも固まったりしたんだけど、今でも北でもすごいいっぱい作られてるし、かなり全国的にいい生産者がいっぱいいる地域、ニュージーランドワインなんですけど、多分ユキオとワインでは実は初めてなんじゃないかと。この前オーストラリアのワインを紹介して気づいたけど、そっちのなんかこうオセアニア的な、オーストラリアはアジアなのか、一応、オーストラリアがアジアに分別されるのってサッカーだけちょっと分かんないです。オセアニアかなの方の地域のワインって紹介してなかったよね。多分俺がそんなにこう自分から買おうとしてるタイプのワインじゃないのかもしれない、だからいろいろニュージーランドのワインなんか特に結構昔よく飲んでたんだけど、多分それはワイン会とかでよく飲んでただけであって、自分で買ったりはあんましたことないんだろうねっていうのを最近気づいて、最近というか今日か考えてて気づいた。あんま自分でニュージーランドのワイン買わないなと思ってね。なのでちょっと今日はチャレンジということで、シレーニのピノノワールやっていこうと思います。言いましょう、ゆきおとワイン。はい、色合いはね、ちょっと淡めだけど、中心はしっかりした感じだね。ピノなのでこういった感じで、でもすごくクリーンな感じ、透明感で。はい、それでは飲んでいきましょう。かなりクリーンな、チャーミングだねチャーミングで非常にクリーンな感じの香り、雑味がなくて、結構もうねフルーツジュースみたいな感じの香りがする。ただすごくそのベリーの香りが強いね、フルーティーな感じがすごく強く出るから、めっちゃとっつきやすい。でもなんか若干ローストした感じもあるな、ロースト香というか、樽に寝かしてるか、ちょっと醸造方法がちゃんと調べきれてなくて申し訳ない。
樽でもちゃんとかけてるのかな。うん、最初はすごくフルーツの本当に若々しいもぎたてフルーツみたいな香りがあってもすごくチャーミングな印象があったけど、それにすると少しローストの感じも出て、まあ厚みが多少あるのかなっていう感じでも、すごくとっつきやすいね。やっぱりもうすごいカジュアルラインのピノノワールなので、やっぱりこういった作りになるのかなっていう感じ。うん、本当にもうペリー、あ、ペリーって何、ペリーってね、来航するわけじゃないでしょ、ペリー。何言ってんの、ベリーね。ベリーの香りね。どうしてもやっぱりね、ブルーベリーから少しラズベリーみたいな、そう、酸味のあるフルーツの感じがあって、香りが、少し熟した感じもあるのかなと思うんだけど、でも、そこまでいかないか、まだワクワクしいフルーツなので、すごく綺麗な酸味のあるフルーツの香りがするね。もうこれはね、超シンプルで飲みやすいっていうのは香りでわかる。飲んでみよう、絶対飲みやすいから。まあこういうワインがやっぱりピノの入門編にはいいのかもしれないけどね、すごく飲みやすい。でも飲んだ後にやっぱ少しだけちょっとブドウが熟した時にある多少その少しジャムになりかけコンポート、あ、ストロベリーのコンポート、ストロベリージャムかに少しなりかけてる感じの甘さが少し余韻に残るので、なのでそこが結構このより味わいやすくなってる感じもするね、そこがなんか余韻にね、あの変にアルコールが残っちゃったりしてくるワインとかだと少しね、あのとっつきにくくなっちゃうんだけど、ここはちょっと甘い香りが残ってくる分非常にもうごくごくいける感じ、マジで。まあ、ジュースって言ったらちょっとあれだけど、本当にベリージュースを飲んでるみたいなね感覚になる。もちろんワインなんだけど、すごくこれスルスルいけちゃうと思う。クリーン、作りがもうクリーンでクリアだから、もう何回クリーンって言ってるかないけど、すごく綺麗なので、ごくごくいけちゃう、本当に。超飲みやすい。もちろんね、複雑味とかはそんな強くはないし、いろんな香りが芳醇に香るってタイプでもないけど、やっぱりこういったフルーティーなタイプのワインってね、本当にこれからの季節結構ね、外飲みというかね、まあお花見がね、なかなか今もうできるようなね、あれじゃないかもしれないけど、でもね、そういったお花見の時期とかはこういった超気軽に飲めるワイン、おまけにスクリューだし、スクリューキャップだしね、こういったのって結構重宝すると思うんだよね。結構ね、これちょっと冷やしてでもいい感じだから、だからね、クーラーとかにガンって入れてこうね、ビールとかとなんかと一緒にこういうの入れて外でね、こうやって一緒にこうガガって飲むっていうのでもいいと思う。こう本当にキュキュッていっちゃう感じだから、このタイプでも全然雑味もないし、綺麗な味わいだし、そういった場面で飲むとすごく美味しいかもしれない。外とかでいいね、外とかでね、バーベキューとかしながらこういったワインをキュキュッて飲んで、こう肉食べてね、いいね。外でバーベキューとか俺ほとんどしたことないけどね。もうがっつりインドア派だからさ、外って、いや、でも好きなんだけどね、そういう場面は好きなんだけど、なかなか自分からこうね、外行ったら、あ、じゃあみんなで外で飲もうぜみたいな、花見行こうぜみたいな、ピクニックしようぜみたいな、肉焼いてこうぜみたいな、そういうキャラじゃないんだよね。まあまあインドア派で、あ、まあ、結構そういう場合はね、ついて絡んで、あ、やるの、おー、じゃあ行く行くみたいな、おーっていう感じだから、あまりそういう場面、自分だからそんな想像はできないけど、でもそういった場面ですごく活躍するようなワインじゃないかなと思うね。だからやっぱり考え込むようなさ、まあ、美味しいワインってどうかしな、美味しいの定義はいっぱいあるけど、こう複雑なワインとかは飲むときにね、あ、うわめっちゃいい香り、何これすっごい、うわやばいな、ってこう考え込んじゃうようなワインね、はあの外飲み向きじゃないから多分。そんなやつら、おちょっと何やってんのって言われちゃうからね、みんなにね、いや、ちょっとこれ、あの香りがちょっとね、いや、ちょっと取りづらくて、開いてから飲んでいいみたいなこと言ってる暇じゃないからね、外とかね、ないと飲んじゃいみたいになっちゃうから、そういう時はこういうワインだね、いいと思う。
暖かくなってきたら外で飲みたいな。ピクニックとか花火とかね、そういうのいいよね。インドア派と言いながら外飲みにも憧れとか好きなんだけどね。まあ自分からまあ企画とか俺しないからな、タイプとして結構ねそういうタイプなんですよね。まあインドアだよね結局ね、そういう人ってね何の話これワインの紹介だよね今俺なんかもう性格かパーソナリティの話になっちゃったけど大丈夫かなちょっと今回なんかワインの説明ちゃんとできてないな。でもそういったなんかね、なんか深く説明するようなワインじゃないっていうことだね。飲んで楽しむっていうのも、ニュージーランドとかね、オーストラリアのワインって結構そういったタイプ多いよね。クリーンでなんか飲みやすいタイプのワイン多いし、あでもね、いいワインもすごいできるんだよね、ニュージーランド。特にニュージーランドのね、ワインは、ピノノワールとかもすごくもっと品質高いのいっぱいあって、まあ多少値が張っちゃうかもしれないけど、まあすごいいい産地だとは思うんだよ、ニュージーはね。ちょっと紹介できるもらえばまたこれからね、ちょっとフランスやっぱヨーロッパが少し多くなっちゃってるから、こういった国のワインとかもまたね少しずつ紹介できたら面白いかなと思っております。はい、うん、美味しいね、気軽にいける。はい、ということで、俺これヴィンテージ言ったっけ2019年去年のヴィンテージなんだよね。で、もう去年のワインがもう出てんのみたいな。ヌーボーじゃん、ボジョレ・ヌーボーじゃんとかいう感覚もあるかもしれないけども、まあご存知の方はもちろん分かってると思うけど、ニュージーランドって南半球にあるから、日本と四季が逆なんだよね。うん、ってことは、2019年のブドウが収穫されたっていうのが、大体もう今、この時期ぐらいだ。あ、もちろんとか、3月、4月ぐらい。大体ブドウは、まあ、9月10月ぐらいに収穫してワインになるんだけどね、ヨーロッパとかでは。ニュージーとかオーストラリアでは逆だから、まあ、3月4月ぐらい収穫されて、でそれがワインになってるので、まあまあ今の時期だったら2019年はまあ出てきてるかなっていう感じ。まあ、もっと熟成するタイプはねまた後に出るけど、なのでもう非常に若々しくてフレッシュなワインってことだね、2019年の赤だしっていう感じでございましたと。よし、今日は、ニュージーランドのシレーニという生産者のピノノワールだね。これもピノノワールも多分なんかランクがあるっぽいんだけど、これは一番カジュアルラインでセラーセレクションって書いてあるね。だいたい1700円ぐらいだったかな、買ったのは。うん、まあ全然いいと思うよ。2000円以下でこういったねいい味わいのピノが飲めるのは喜ばしいことですね。はい、ということで今日もご視聴ありがとうございました。ゆきえでございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。それでは皆様、じゃあね、バイ。